グリーンバーからのフィッシャー・ジョンと申します。本日ザ・ピーター・パーカー・アウォーズに参加することができ誠に光栄に思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて本日は題目としてある典型的な日本の特徴によりどのようにクレジットクランチ、いわゆる信用収縮を避けられたかという点を取り上げお話ししたいと思います。丸1年前本スピーチコンテスト第19回が開催されたとき、クレジットクランチにより景気の亀裂が広がっており、みんなショックを受けていました。地震の失業、国の経済的健全、国際金融制度の基礎整形について深く憂慮していました。この激変的な状況のはなぜ生じたのか、それからどう修復できるのかについて分析が出始めていました。今日のスピーチでクレジットクランチを引き起こした根本的問題のすべての解決案を挙げるという予定がありませんが、もちろんこれができるのであれば、あとほどジェトロ様にかなりの講演料を請求するできるかと思います。しかし信用収縮の原因について調べるにつれ、もし日本の伝統的な措置に即してたら、より穏やかな結末につながってたのではないかと思っております。世論ではクレジットクランチの原因は超過利潤を追求する近視眼的で不完全な金融制度にあると考えられていました。私に印象をつけたのは、その完全を追求すること、それから長期的な見方、あとは全身的な改善というのは昔からの日本での仕事ビジネスのあり方であることでした。本スピーチの題名には改善という日本語から英語の外来語が入っております。英語で改善とは簡単に言うと徐々に向上する経営方針を意味し、トヨタ生産方式などのおかげで欧米では典型的な日本らしい方針に思われます。ところで実際には米国学会で生まれた方針だそうですが、これは別のスピーチの機会としましょう。改善という言葉は確かに日本的な響きを持っており、徐々に継続的に向上するというのはという概念が日本の社会に浸透しています。何度も粘り強く頑張る決断力が早期の成功と同程度評価されます。改良は時間、献身、努力がかかることが当たり前に思われます。同様に日系会社が英国、ヨーロッパ市場に進出にあたり海外子会社を設立するとき、2、3年ではなくて10年の業務計画上黒字に転じるのは早くても 4、5 年というのは標的でしょう。あぶく銭より関係をしっかり築き上げ、屈強で着実に増加する企業を目指します。ことわざで表現すると、石の上にも3年というんですね。この特徴は次に自然につながります。
日本のビジネスは長期的な見方、長期的視野に立つことで有名で、これはいくつかの伝統的な業務慣例で反映されています。終身雇用制度は確かにいくつかの欠点が認められていますが、主要の管理職のものがいかに経験豊富かという利点があります。金融危機の要因の一つは高収益に駆られている経験の浅い若い経営者でありました。景気後退の経験していない経営者が戦略的決定を下ろし危険を悟れませんでした。経験が考えられているより利点がずっとあるではないか。これを表す適切なことわざもあります。亀の甲より年の甲ですね。長期的計画は綿密な検討が必要。これも典型的な日本の特徴だと思います。与々の欧米ビジネスマンは日本のビジネスの意思決定の長さ、それから作業実施の速さに驚かされます。これで最後の特徴に移りたいと思います。これも日本、もっぱら日本のみの特徴ではないと思いますが、私が日本の文化を経験すればするほど感心したのは、一つの行動を選んで全力を尽くし完璧を追求するという考えが日本の社会を根付いていることです。日本の完全主義はいくつかのたくさんの社会評論家が言及して、それからたくさんの研究が行われています。しかしさらに印象的なのは映画のラストサムライです。その主人公がこう述べます。不思議な民族だ。目覚めてから各々の仕事の境地にまで力を捧げる。トム・クルーズが言うことはきっと合ってるでしょう。世界大恐慌の恐慌後、商業銀行と投資銀行を切り離すにあたり、米国グラス・スティーガル法が制定されました。これにより高収益でリスクの伴う投資銀行が経済全般の頼る商業銀行を脅かせなくなりました。1999年にこのグラス・スティーガル法が廃止され、金融機関が改めて兼業することになりました。多芸は無芸というもう一つのことわざを心に留めたらよかったかもしれません。さて、おそらくこの3つのことわざで金融危機を避けられたでしょう。私自身もこの理想にかなう生活をしているとは言いたいところにありますが、残念ながらできておりません。私はせっかちで近視眼です。趣味も多く、どれも上手にできません。それにしてもこの2年間の金融危機の原因を理解するにつれ、これらの伝統的な日本の理想に私の注意が向かいました。
これから私の生活に実践できればと考えております。もしかとすると将来地球社会としてもこの時期を振り返るとこの理念の進化を認めるためにはこの少々空っぽい歴史的な事件が必要だったと悟るかもしれません。では以上をもちまして私の演説を終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ジョンさんによるとですね、日本的な経営をしていれば金融危機にそれほど巻き込まれなかったんじゃないかというお話ですけども、そうですよね、まあ、そこまでは言わないと思いますね日本の経営方針のある部分を見て私たち 全世界の経営方針を回路できるかんじゃないかということですね。すべて日本の経営のやり方で行ったらいいということはありません。そして今回の金融危機で日本の企業も随分影響を受けてますよね。随分影響を受けてます ね、はい、どうしてそうなっちゃったんですかね。はい、そうですね、それは2つの理由があると思います。1つは日本でもみんな必ずしも伝統的な日本の理想に即して経営しているというわけではないと思いますね。もう一つは現世界の特に金融業界がかなり国際化が進んでいると思いますので、ある国のみんながちゃんと経営しても外から影響を受けて結構悪影響があるということはあり得ると言いますね、はい、ということはやはり日本は日本だけじゃできないという、もう世界の一部になっているということでしょうかね。はい、それはそうと思います。そうすると日本的なものを、続けていくのは難しいということですかね。日本的な経営というのは難しい、もう世界の影響を受けるから日本だけでやっていくことは、日本的なことをやっていくのは今の世界では難しいと思いますか。私が思いますのは全世界が日本も英国も米国も見ながら新しい経営、新しい経済の管理の仕方を考えて実施していったらいいかなと思っています。なんか具体的な案がありますか。具体的それ講演料いくらいただきますかもしこれができれば多分ジェトロですごいお金払うと思いますそうですね、まあ、検討しておきますそれからちょっと話が変わりますけど、今日本の企業で自動車メーカーで改善をずっと追求してきた会社が問題を起こしてますけども、これどうだと思う、どうしてだと思いますか。そうですね、タイミングが悪いですね私のスピーチに対しては、実は改善というのは英語での意味と日本語での、まあ、トヨタ生産方式での意味とは重なると思いますね。全く一致はしてないと思います。それから改善というのはトヨタの経営方針の中のかなり狭い位置があると思いますね。すべてこの徐々に全時的に改善していくという考え方ではないと思いますので、トヨタが潰れても私のスピーチはちゃんと守れると思います。トヨタは潰れないと思いますけども、トヨタが潰れても改善という言葉は歩いていくということですかね。一人歩きする。すみません、改善という言葉はトヨタに関係なくこれからもずっと英語として続いていくというふうに
思いますか。はい、そうですね。別名を考えた方がいいかもしれません。どっちがトヨタが別名をか、それとも改善という言葉はやめるんですか。どっちが改善という言葉は英語でだったら大丈夫と思うんですけど、日本語でだったらこの意味がちょっと違うと思いますので、やめた方がいいかもしれません。はい、ジョンさんは会社ではどういうお仕事をしてるんですか。私会計士です。会計士、それと、はい、今回の金融危機には随分影響を受けました。弊社ではそんなに受けてない気がしますが、今日私のボスもいらっしゃってるから気をつけてちょっと話した方がいいと思います。はい、じゃあそれは後で聞きますけども。悔しい。でもあまりそういう金融危機とはあまり関係ないお仕事でした。まあ正直に言いますと、どの仕事をしてても、どのビジネスをしてても、こういう不景気の時にはビジネスにもっと力を入れて、そのビジネスの新しいやり方を考えたりしていったら、だから積極的に向かったら大丈夫という結果になることが多いと思いますので。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。